ネットワークウェルター級小比類巻貴之。恵まれた体格を生かした圧倒的な攻撃力は魅力的。 J ネットワークの看板選手として大舞台でアピールするチャンスだ。シュートボクシングシーガル級王者土井博幸。和製ホーストの異名を持つほどテクニックにこだわりを持つ。シュートボクシングの先鋒として暴れたい。この2人の非常に楽しみな一戦が今始まりました。体がちょっと違いますね。大きいですよ。はい、小比類巻の方が180センチ、髪を染めております。土井博幸の方は172センチ、8センチの身長差があります。さあ、これを土井博幸がどうかいくっていくか。この試合のポイントってのはどういうところにありますか。やっぱり小比類巻君って、はい、膝蹴りがすごい上手いですね、はい、でやっぱりそれをうまく土井が左右に動いて、はい、うまくその左手を出さない、はい、でローキックをうまく当てていく。さあ、この試合はシュートボクシング特別ルール、投げのポイントはありません。おっと、縦蹴りのような。さあ、そしてアッパーから膝が飛んできた。この膝だ。うわ、やはりプレッシャーかけられたらこの体格差が出ますね。そうですね。しかし、この土井選手も6月9月と大会で練習をして、はい、かなりこの戦い方変わってきたのではないですか。そうですね、上下のコンビネーションがだいぶできてきましたので、やっぱり空手系で蹴りはやっぱ上手いですよね。あ、おっと、右のアッパー、土井の右アッパーが入った。肘を返す、これは空振りになりました。小比類が今はいいアッパー入りましたね。土井、そうですね、はい、パンチそんなに上手い選手じゃないんですけど、小比類巻君もあんまりパンチ打たないんで、はい、当たるんじゃないですか、ね、はい、右のアッパーもう一回出していきます。しかしこの小比類巻君のローキックもしなりがあって、いや、体大きく伸びてきましたよね、そして膝飛んできます。180センチの長身。第1ラウンドご覧になって、両者の戦い、どんな風に審査さんご覧になりましたか。やっぱ土井が、はい、もうちょっと大きく左右に、はい、おっと、肘は絡み。一方の小比類巻、小比類巻は大体自分のペースじゃないですよね。これはもう小比類巻ペースと今言われますね、はい、じゃあこれを、やはりシーザージムの土井選手としてはなんとか打破していかなきゃいけませんが、その動きですね。パワーはやっぱりね、違いますね。なるほどね、力が、体も違いますし、体格差ありますから、はい、前弱かったのでね、逆にどう出すのか、はい、まあ、今もこれ3連発ですね。ブロックシャークが引いていきますよ、はい、ヘッドが走っている感じのこのロー、いや、本当この右のロー連発です。追い込んでいく、また右のロー、ちょっと崩れかけたぞ土井。王者左を返した土井、で回り取ります。小比類巻この辺かなって伸びてくるんですよね。あ、なるほどね、やはり中に入った方がいいでしょうか。いや、もう土井は接近戦でね、中に入るか全く離れるか、どちらかはっきりしないと、ちょうど中間にいるんで、ちょうどもらうんですよ。そうですね、はい、お、飛び込んでいい。しかしローキック小比類巻、その前に土井がいいパンチを繰り出していったんですが、すぐに小比類巻もローを返していきます。でもオーソドックスに構え直しました。もともと右の選手なんです。あ、そうなんですね。自分でサウスポン変えてる、はい、ローキックの打ち合いだったが、やっぱり効いてますね。シーザーさん、やっぱり力が違いますね。さあ、またもローキック。このラウンドだけでローキックを何発受けてるでしょうか。土井ちょっと体が少しずつですがかがみ始めました。やっぱ土井の方が下がりながらロー効けてるんで、やっぱり効きが浅いですよね。あっと、また行った。ちょっと膝が流れ始めました。土井博幸、このローキックが効いてきた。このラウンドは徹底したローキック攻め。第2ラウンドが終了しました。このラウンドは小比類巻のローキックがうなりを上げています。3ラウンド終了間際、
小比類巻が放った左の肘が土井を捉えた。試合が動き始めた。さあ第4ラウンドに入ります。先ほどのラウンドで土井がカットしましたね。小比巻の肘攻撃が、あとまたそこを肘で攻めていく。ちょうど右の額、眉の上あたりなんですが、あ、またちょっと血が流れ始めました。深いですよ。ちょっと深そうですね。止めた方がいいんですかね。さあ出ていく小比類巻。これは小比類巻はもうあそこ狙ってくるでしょうね。あーっとここで無理してやることないと思いますよ。かなり深い傷です。真っ赤な血がだいぶ口開いてますから。はい、はい、あーここで止めました。レフリーストップです。第3ラウンド肘攻撃でのカット、その傷がやはり思いのほか深かった。第4ラウンド始まりましたが38秒、レフリーストップがかかっています。いや、しかしこれはもう一回ちょっと見たいですね、はい、そうですね、またもう一度やればいいんじゃないですかね、はい、しかし小比類巻選手も、はい、まあ、敵ながらと言いますか、いやいい選手ですよ、僕はあの逆にあの好きな選手ですね、あ、そうですか、若いですからこれからもどんどん伸びていくんじゃないですかね、はい、そうですか。あー、シーザーさんのお墨付きが出ました。肘攻撃によりますこの、傷が大きくなりました。試合続行は不可能ということで第4ラウンド38秒、レフリーストップで試合が終わっています。